When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はですね、じゃじゃーん、キャンドゥから新しい新色が出ましたので、そちらを皆さんにレビューしていきたいと思います。イエーイ。今回もですね、あのファンの方に情報を教えていただきました。教えてくださった皆さんありがとうございます。本当に皆さん情報が早くていつも助けられています。はい、ということでですね、今回は新しく6色発売してます。一番端からパッションピンク、ベリーパープル、レモンイエロー、バンブーグリーン、ターコイズブルー、ライムグリーンですね。はい、なんかすごく名前からしても夏っぽい感じの色かなと思うんですけど、今から塗るの楽しみです。ということで、今回は1度塗りと2度塗りと両方やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ動画を参考に、いいなと思う色があったら皆さんも買いに行ってみてください。それでは早速スタート。ではですね、今日は5色なので、この5本ついてるネイルチップでカラーチャートを作っていきます。こちらのネイルチップはシーン購入品の時に紹介しています。はい、じゃあやっていきましょう。わー、楽しみ。そういえばそろそろセリアとかダイソーとかも新しい色、夏に向けて発売するんですかね。どうなんだろう。もしなんか情報知ってる方いたらまた教えてくださいみんなに頼るみんな本当に情報早いからな。助けられてます、いつもありがとうございます。はい、じゃあ塗っていきます。まずちょっと容器開けて直接中身見てみますか。こんな感じになっていて、お、結構思ったよりブライトなピンクですね。パッションピンク、蛍光ピンク系な、蛍光っぽいけど、なんて言うんだろう、蛍光だけど、ビビッドピンクみたいな感じ。思った以上にパッションなピンクでしたね、本当にまあ名前がパッションピンクなんだけど、びっくりです。結構激しめな色でした。はい、で次こちらのベリーパープルね。あ、こちらはなんかブドウっぽい感じかな、色的に。結構可愛いですね。まだね、ちょっと声が治ってなくて、まだ風邪気味ですいません、ちゃんとした声でまだ喋れてないっていう。で次がレモンイエローですね。まあでもレモンのイメージだから、ちょっとこう色が薄くて明るいのかなと思ったんですけど、意外と普通の黄色って感じかな。まあ塗ってみないとわからないけどって感じですね。続いてバンブーグリーン、名前が変わってる、竹よいしょ。あー、こちらも普通のグリーンって感じかな、ザ緑で。さっきのイエローとこのグリーン、ちょっとなんかテクスチャーがなんかもたついてるっていうか、ちょっと中の顔料にムラがあるような感じがありますね。ちょっとその辺気になりますけど、どうだろう。で次ターコイズブルー、これはどんな感じかな。ターコイズブルーがなんかあんまりターコイズじゃないかも。なんか空色みたいな感じですね。あんまりターコイズっていうブルーじゃない気がする。で最後がライムグリーン、あー、こちらは黄緑ですね。なんかそのライムっぽい、すごい薄くて明るい黄緑っていうよりも、本当にもうザ黄緑色って感じです。今回なんかその外の名前とか外のイメージと中の色ってのがちょっとギャップがあったかなと。あとテクスチャーもなんかこうザラつき、顔料の塊っぽい感じとかが若干気になる感じですね。まあ、よくね混ぜて塗りましょう。結構今光をだいぶ自然光に近づけてホワイトバランスも合わせてるので、かなり実際の色味に近いと思います。まあ皆さんの見てる画面のスクリーンの色の色域によってもちょっと変わると思うんですけど、なんか画面のね解像度を 1080p みたいなのに変えてちょっと画質よくしてみていただいたりとかすると、もっと細部まで細かく色とか見れていいかもしれないです。それではですね、早速塗っていきましょう。
まずはね、パッションピンクから塗っていきます。ちょっと背景変えました。より見やすくなったかなと思います。はい、じゃあ塗っていきます。ほら、めちゃくちゃなんか、ね、ビビッドピンク。何ピンクこれ。でもちょっと蛍光色入ってるっぽいんですよね。あんまりね、こういう色ないので、100円ショップの中で。いいかも。なんか夏っぽい。なんかこれで細いフレンチとか作っても、なんか夏っぽくていいかもしれないです。続いて、ベリーパープル。これは使いやすそうな色だった気がするな。こんな感じです。綺麗綺麗。かわいい。なんか夏だなー、この組み合わせ。綺麗ですね。めっちゃ綺麗。次に、レモンイエロー。こんな感じ。普通の本当にイエローって感じだな。うん、かわいい。めっちゃ夏。夏来るの早い。あ、待って。6色なのにこれ5個しかない。みんな気づいてました？私、またやってしまった。6色だって説明したのに、なんでこの5個でちょうどいいと思ったんだろう。1個足りないんで、後でもう1個足します。ショック。これで全部、じゃじゃーんって完成できる予定だったのに、悲しい。はい、じゃあ次、バンブーグリーン。いや、みんな気づいてたのかな？動画見ながら突っ込まれてそう、コメント欄で。はい。グリーンはね、ちょっと薄い感じがする、色がこんな感じで、ちょっとなんか薄いですよね。あ、なんかやっぱ顔料がちょっとなんかムラがある感じしますね。こことかほら見えるかな、このここ、ちょっとこう粉っぽいのがあると思うんですけどね、なんかちょっとそういうのがあるみたい。攪拌が十分されてないのかもしれないですね。まあまあ、うん、100円ショップアイテムなんで全然あの許容だと思います。はい、じゃあ次にターコイズブルー。これが全然ターコイズじゃないですよね、私の中で。でもね、ターコイズじゃないけど綺麗な色です。これ濃いな、色。物によって結構違うかも。結構これ色濃いですね。はい、じゃあもう一個ね、チップ出します。じゃあこれちょっとライトで硬化します。なんか塗り心地がすごい薄付きな感じがします、今回。じゃあ次、ライムグリーン。なんかあれみたい。普通にマニキュアみたいな。あ、でも物によるかも。ライムグリーンとか結構ボテッとしてるかな。これも、グリーンと、バンブーグリーンと一緒で、ちょっとなんか顔料のしっかり混ざってない感が若干ある。あるな。私のこの買ったやつが、そうだったのだけかもしれないけど、まあなんかそういうのもあるかも。前もね、なんかそういうのあったんですよね。キャンドゥさん、まあでも全然本当にさっきも言ったけど許容範囲かなと思います。こちらがライムグリーンです。じゃあね、硬化します。今ね、一度塗りだとこんな感じですね。めっちゃ可愛い色。めっちゃ可愛い。ポップ可愛い。じゃあ二度塗りしたいと思います。で、後で一度塗りのものと横で並べるので、もうこれは全部全面二度塗りしちゃう。よし、じゃあもう一回いきます。パッションピンクね。二度塗りしたら結構色がもうだいぶ濃くなるんじゃないかな。うわ、めっちゃ可愛い。いいなぁ。いいですね。なんか、こういう色ってそんなにいっぱい使わないから、ね、なんか前、なんかオールシーズン使う色じゃない気がするから、100円ショップとかであるとちょうど嬉しいかも。ね、なんか1年に1、2回しか使わないんだったら、結構プチプラで持っとくとかでちょうどいいですもんね。次にこちらですね。ベリーパープル。いや、これも可愛い。ベリーパープルとパッションピンクのテクスチャの塗り心地は特に問題なくていい感じ。で、レモンイエローは若干なんかサラサラしてる。あ、でもどうだろう。まあだから、レモンイエローとバンブーグリーンとライムグリーンがちょっとこう、顔料がって感じかな。ムラがある感じですね。まあ、でも二度塗りしたら全然大丈夫。で、次にバンブーグリーン。うん、結構ね、ムラになりやすいから、ちょっとたっぷりめにとって、こう、さ、さ、さってこう、筆をシュッ
シュッてこう引くようにした方がいいかも。あんまりこうグーって力をかけすぎたりとかコマコマ動かしてたらムラになると思います。でターコイズブルーはもう一度塗りで二度塗りぐらいなんか色が濃いですね。なんか知らないけどこれだけちょっとこうテクスチャーが重ためだった。塗る時もちょっと引っかかりがあるような重たい感じの塗り心地。はい、じゃあ硬化します。で最後がライムグリーン。これも一度塗りだとちょっとムラになるので二度塗り必須かな。こういう感じでほほほシュ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 、ちょっとねムラになる。 OK、 じゃあ硬化します。はい、ということで二度塗りしたらこんな感じですね。かわいい、めっちゃね、かわいい。ライムグリーンも足すとこういう感じです。じゃじゃーん、かわいい夏っぽいですね。ちょっとね外のパッケージの色と比較してみたいと思います。パッションピンクね、こんな感じ。まあ、そんなに、まあ、ちょっとやっぱり印刷のピンクとなんか塗られるこのインクのピンクって若干、こっちは蛍光色のピンクがちょっと入ってるから明るい。でこっちはもう印刷のピンクなんでちょっと沈んだ感じのピンクになってます。で次ベリーパープルも一緒かな。ちょっとこっちの方が多分ね、ちょっとだけ蛍光ピンクが中に入ってると思います。うん、だからちょっとブライトの明るい感じです。こっちの印刷の方はちょっと沈んだ暗いパープルになってますが、現物はもっと明るい感じですね。でレモンイエロー、これはね結構色近いかなって感じです。思った通りの色が来ると思います。でこれバンブーグリーンもね、もうちょっと透明感があるけど実物は、けどまあ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 近いかな。で次にターコイズブルー、これはねあんまり差がないかな。これ結構似たものが来るかなと思います。でライムグリーン、これも結構似た色が来る。あ、実物の方がもうちょっと白っぽいかも。でもかなり近いですねって感じです。じゃあ一度塗りしたものと二度塗りしたものを比較してみましょう。はい、ということでじゃじゃーん、完成いたしました。ですね、左側が一度塗りで、その横が二度塗りになってます。まあ、こうやってちょっと離れてみると色の濃さの違いとかわかるかなと思います。ただターコイズブルーに関してもほんと一度塗りと二度塗り全然差がないので、これだけは一度塗りで良さそうで、他のやつはやっぱりちょっと差があって一度塗りだとちょっとムラになるかなって感じですね。でパッションピンクとベリーパープルっていうのはムラになるけど割とさっと馴染んでくれるから、一度塗りでもちょっと薄めに仕上げたい場合はいいかもしれない。で他のカラーはその色ムラの感じっていうのが結構ね顔料の、感じでムラになっちゃうから、一度塗りだとほんとムラムラって感じになる。で一度塗りで綺麗に仕上げようと思うとかなりね難しいと思うので、まあ二度塗り前提で使っていただいた方がいいかなという感じでした。はい、ということでいかがでしょうか。じゃじゃーん、はい、ちょっとこれぜひスクショ撮って皆さん色見本の参考にしていただければなと思います。かなり現物の色そのままになってるかなと思います。ということで今日はいかがでしたか。このね新色情報を教えてくださった方本当にありがとうございます。でセリアとかダイソーとかもしかしたらそろそろ新色出るのかなとか思ってるんですけど、もしね新色情報あったらちょっと私しっかり終えてなかったりするので、情報を皆さんその情報が入ったらDM とかで教えてくれると嬉しいです。助かります。ということで今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら他の動画や次の動画もまた見に来てくれると嬉しいです。また皆さんお会いしましょう。ではでは、最後まで見てくださってありがとうございました。橋本美香でした。バイバーイ。